上品な光沢に包まれた真珠のように見えますが見つかった場所が予想外でした近所のこう海鮮系のスーパーがあってでそこでアワビーが半額で売ってたので,で買ってお箸でつついたらなんか出てきたちっちゃかわいい大きさはおよそ3ミリかなりかわいいサイズです

アワビから真珠が見つかるのがなぜ珍しいのかというと二枚貝ではなく巻貝だからアワビは蓋ができないので真珠ができても体の中に留まっていないで落ちてしまうので休憩の真珠がアワビから取れるということは、えー、とても珍しいことです真珠かどうかはさらに分析が必要だと言いますが見つけた女性は ネイルするのが好きで、ネイルパーツとして活用しようかなって思ってます。まさに、一足早いスーパーなお年玉になりました。